はい、今日も 2B ウィナーということでよろしくお願いします。本日の動画はですね、ボレーの練習です。はい、苦手です。どうもすいません、ボレーが苦手な 2B ウィナー中の人です。どうもどうもです。いやね、ボレーね、本当にね、前に出たくないんですよ。まあだからダブルス弱いんすよっていう話なんですけど、まあね、シングルでね、とにかくね、前出たくないですね、今は。はい。昔はっていうかね、まあ、やっぱりあんまり上手じゃなかった時は、サーブ&ボレーとか超憧れてましたから、ね、ボレーに出て、ちゃあ、何しに来たんだお前という感じでね、いつも終わってたところなんですが、今回ですね、トモヤンテニスチャンネルさんの方でね、トモヤンボレー研究会なんてちょっと面白いことやってたんで、勝手に参加してみました。はい。すいません、トモヤンチャンネルさん。本当申し訳ないです。いつもすいません。で、今回、トモヤンテニスチャンネルさんの方で、まあ、特に僕なんかもね、気になったところは、やっぱりグリップの持ち方ですね。今やってみてますけど、ちょっと厚いグリップとか、薄いグリップで、まあ、トモヤンテニスチャンネルさんの方を見てた感じだと、僕は結構薄い握りだったんかな。割とね、サーブと同じ握りで握ってて、僕サーブはコンチネンタルよりちょっと薄めぐらいで多分握ってるんですよね、普段。なんで、そのままなんかボレーに行ってるような感じだったんで、まあ、ボレーに関してもちょっとフォア用薄め、コンチネンタルより薄めで握ってた感じがしますね。はい。で、トモヤンテニスチャンネルさんで、トモヤンさんと MJ さんが話してて、ハッとしたのが、強いボール、強いボレーを打ちたいんであれば、やっぱり少し厚く握った方がいいっていう感じのことを言ってたんですよね。ああ、そりゃそうだよなと思いましたね。やっぱりパンチ、パーンって打つんだったら、まあ、フォア寄りの厚い握りをしてれば、ボーンって打てるし。で、バックも、やっぱり厚い当たりをしようと思ったら、バック寄りにやっぱ厚い握りにした方が良くてですね。でね、僕ね、昔バックハンドボレーが本当に打てなかった時、かなりバック寄りに厚く握ってましたね。だからフォア寄りには相当薄く握ってて、まあそうじゃないと、バックハンドが浮いちゃってしょうがないっていう時があって、で、最近割とそれ良くなってきたんですけど、それなんで、かなり、まあ、フォアハンドのボレーが今度は、まあ、打てるんだけど、決まらない。決まらないし、なんかこう、ちょろい、ゆるいボレーになってしまう。で、バックハンドも苦手だから、なんとか入れたくて、浮かないようになんとか入れたくて、まあ、アウトしないようにっていうんで熱く握ってたんで、強いボレーが打てるわけじゃなくて、まあ、やっぱりそれも、なんとか入れるボレーだったんで、まあ、とにかくボレー下手くそでしたね。で、今回ね、やってみての感想なんですけど、これね、この後薄い握りで、まあ、とりあえずフォアバック打ってみて、これ、今薄い握りで、フォアボレー打ってみてますね。まあ、薄い当たりでね、強く打つって、今みたいなことがすっごい起こるんですよ。薄い握りで強く打とうとすると。で、やっぱりね、今ネットに近いところで、打ってるんで、かなりちょっと強めのボレーを打ちたい、強めのボレーで、まあ要するに決めたいっていうところなんで、かなり強めに打ってるわけなんですけど、薄い握りだとやっぱりね、パワーが乗せにくい。だからどうしてもちょっと切って落とすみたいなところがあって、で、まあさっきフォアボレーでもミスったんですけど、これね、バックボレーだね、やっぱりね。まあバックに対してはこれちょっと厚めな方になるんですけど、まああんまりやっぱり、強いボレーにならないですね。このくらいのボレーだとやっぱり人に取られちゃいますよね。まあ僕バックボレー苦手なんでね、そもそも、まあちゃんと入るぐらいにしないと自分からミスしてしまうっていうところがあるんで。まあでもこれ、フォア側に薄い握りなんで、バックボレーはどちらかというとまあ打ちやすい方だったんですけどね。まあちょっと角度をつけて、まあまっすぐに打つっていうこともできてるっていう感じですよね。で、まあ、この後なんですけど、今度は、あえて厚い握り、ちょっと近い位置で、フォアハンドで厚い握りで、ボレーをしてみていい。これね、やっぱりね、やってみるとね、強いボレーが打ちやすいんですよ。やっぱりこう、パンチ力を加えやすい。パーンっ
ーンって。で特に縦面でね、やっぱりネットから近いところなんで縦面で使う感じになるんですけど、やっぱりこう力を乗せやすくって、で外にも打てるし、で結構強く打てる。で意外とねこういうタッチ系のボレーもね打ちにくいってことなかったんですよね。普段薄い握りでやってるんで、こういうタッチ系の握りちょっと苦手かなと思ったんですけど、そんなでもなかったですね。で逆に今これフォア寄りで厚い握りでバックハンド打ってみてるんで、さっきよりもやっぱりちょっと打ちにくいですよね。ちょっと浮いてしまうような気がするんで、すごくなんていうかな、下に向かって叩きつけるような打ち方。ただですね、まあ意外と、まあこれネットが近いからっていうのがあるんですけど、ネットが近いから意外と叩きつけにいける。ただ浮いてしまいがちですよね。まあさっき何球か打ったやつ、やっぱり外に、外れてっちゃったんですけど、さっきみたいなパンチの効いたね、割とまっすぐなボレー。で、それを狙うとやっぱりこうやってネットも増えてくる。で、今みたいに浮くことが多くなる。やっぱりだから薄くすればするほど浮きやすくなってくるんで、それをコントロールするのは難しいなと思いましたね。で今度ネットから遠い位置で、ボレーを、今度は薄い握りですね、フォアバック打ってみてるんですけど、今フォアボレー打ってみてますけど、まあこれがまあ普段の僕にかなり近い、まあ普段の僕ですねこれがね。なんでね、まあそんなにコントロールしにくいっていうわけでもなくて、まあしっかりと深いところにも飛ばせるし、なんていうんですかね、ちょっとショートバウンドのボレーなんかも打ちやすいなと思いましたね。まあ正直このちょっと遠い力だと、まあ元々で僕があんまりボレー上手くないっていうのもあるんですけど、まあ薄くっても割とそんなに打ちづらさはなくって。で逆にですね、こっちちょっと遠い打点だとバックボレーはね、遠くに飛ばすのはね、この握りの方が、まあバック側にはちょっと厚い握りっていうことになりますから、割とねやっぱりこっちの方が打ちやすいなとは思いましたね。でも意外とネット多いしね、まあボレー浮かせたくないっていう印象があるんで、ファーストボレーね、この位置割るとファーストボレー的な位置になると思うんですけど、まあその印象があるんでどうしてもちょっとね、ネットが多くなるんですけど。で、今度、ネットに近い位置、ネットから遠い位置で、厚い握りでやってみるんですけど、これがね、まあ一番僕意外だったんですけど、まあネットから遠くなったんで、フォアボレーは別にそんなに問題は感じなかったです。やっぱりね、厚く当たるんで、厚く当たる分、ちょっと遠くには飛ばしやすいですし、で、何よりね、ちょっとね、厚く握った分ね、小手先というよりは結構足で運ぶっていうのがやりやすいって感じましたね。すごく足動かすようになりましたね。で、バックハンド側なんですけど、バックハンド側これ、まあ、要するにフォアハンド側に厚く握ってるんで、かなり、薄い握り、バックハンドとしては薄い握りになってると思うんですけど、まあ、これでもね、そんなに打てないことはないっすね。割と、ちゃんと、なんていうんかな、当てれば、ちゃんと飛ぶっていう感じはあって、意外とこれでもそんなに、ミスが多くなったとかってことはなかったですね。これ結構意外で、まあ割と薄い握りだったとしても遠く遠くに運ぶっていうのはそんなに難しくなくできるんかなって思いましたね。で今なんですけど、まあ今ちょっとダブルスシーズンで、ボレーが重要っていうところもあるんですけど、今ですね、今僕実際このちょっと厚い握りっていうのでプレイしてます。っていうのは、まあ決定力が欲しいっていうのもあるんですよね。ダブルスなんでボレーに入ったらもう決定力が欲しいっていうのもあるんですけど、意外とこの辺の長い距離のボレーなんかもね、コントロール感があったんで、まあちょっと決定力っていうものを目指して、今この厚いボレーに挑戦してみていると、それが発見できただけでもね、この練習はかなりやった甲斐があったなと思いました。そんなところでね、ぜひこの動画が良かったと思う人は、グッドボタン、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。